5月の壁面飾りの例をご紹介します。背景は青空や風景を描いた紙に屋根瓦を貼ったものを用意しましょう。鯉のぼりをつけるのに8枚羽の風車、長い紙の棒、紐を用意します。くねくね鯉のぼりは3色用意しましょう。伸びてしまわないように裏にマスキングテープを貼り、口には紐に通すための紙テープを貼っておきましょう。色紙と画用紙で作った菖蒲の花も用意しておきます。まず風車の裏に紙の棒と紐をくっつけておきます。風車と棒をしっかりと台紙に留めます。この時紐の端は留めません。鯉のぼりの口の部分の紐を竿の紐に通し仮止めします。鯉のぼりの裏のマスキングテープを取って、伸びてしまわないように軽くピンで留めておきます。マスキングテープは壁に貼る前に取っておいた方が作業がしやすかったと思います。空いているところに菖蒲の花を貼っていきます。向こうから手前へと貼っていってください。全体のバランスを見ながら鯉のぼりの形を整えます。これで完成ですが、鯉のぼりは後で動かすことができます。毎日少しずつ動かしたり、その日の風の強さに合わせて飾るのも面白いです。季節が終わったらパーツごとに外し、鯉のぼりは裏からマスキングテープを貼って片付けておくと、来年も使うことができます。